おはようございます。おはようございます。これは出目の番組です。なんで俺呼ばれたの？分かんないそんなこと言ったらですね、結構出目の番組なのに、あのなんで呼ばれたのみたいなのが、僕あのこれ出目系の番組2本やってて、はいはいはい、でこっちは今伊藤さんに来ていただいてる、こっちは比較的、うん、まあ、出目が好きそうな方が来てるんですけど、うもう1個とか、なんでこれ制御の話するのに A 機とか来てんだろうみたいな。ああちげえじゃねえかよおい5ゲーム前じゃねえかよ。まだ僕今気持ちよくしたってこの人いらないです。いやいやいや、あの僕は今知ったんですよ。いやいや、まあまあ主にあの楽しく会話しながら、最近どうなのよって、最近会わないですからね。本当に会わないね。本当に撮影で会うことなんてめったになくて、うん、うん、まあ飲みかたまに飲むかぐらいの感じで会うぐらいなんで ね、はい、うん、何言ってんすか最近。プライベートだと、まあまだカバネリとか6.5 の永遠とかを狙うことが多い。あ、そうなんだ。あとはこうちっちゃい玉打ってるぐらいで。あ、そっちは打ってますけど、うん、よく打ってる、はい、そっちの方が多いかもしれない。そんなことはないか。じゃあ今日は何を打ちたいですか？いや、特に何を打てばいいんですか逆に。いや、わかんない。設置機種とか見たんですか？なんとなくは。なんとなくビタ、はい、なんか最近ちょっとビタ押しならストリートファイター5とか出たんですけど、出目は全然ないし、青春 A ライブっていうのも出たんだけど、これもあんまり、あれ1台しかなくなかったっけ。そうね、うん、ちょっとだけ出目があるかなぐらいで、あとはなんすかね、ニューパルサ SP4 太鼓の達人。あー、ニューパル苦手だわ。あ、そうなの？リーチ名わかんないんだもん。いいじゃない。僕はノーマルモードにしてるけど、俺はドットモード、はい、これちょっと今までのニューパルとちょっとやっぱ雰囲気違うんで。どう、何が？それは自分で発見してくださいよ。嘘、教えてくんねえの？あ、そうでしょうよ、そんな甘くないんですよ。え、そうなの？俺だって多分打たないと思うよ今後。打ってくださいよ。いや、だってノーマルタイプ打つにしたって、俺の中でニューパルってそもそも選択肢として相当低いから。じゃあ、うん、言いますよ。まず、はいはい、いつもこうニューパルゴンじゃ仮に打ちました、 SP3 を6で打ちました、はい、6だから打つって言って、うんうん、時、まあ、リーチ目が分かろうと分かる前と、うん、あの大体こう子役チェリー出て、ああ対角に止まったわみたいな感じでしょ、はいはいはい、うんうん、まず1個目、はい、チェリーで当たっても対角にならないことが結構あります。結構あんの、はい、じゃあどうやって確かめんの？いやいや、リーチ目知ってりゃ分かるでしょって話。なんでもういきなり全部ぶっ込み始めてんだよ。いや、もったいないじゃん、はい、これ、ね、で、あと、はい、伊藤さんの中でのニューパルのイメージだと、はい、チェリーチョークか、まあ、単独で当たるってイメージだと思うんですよ、おそらく。あ、はいはいはい、そうでしょ。そうですね、はい、こいつオレンジが当たります。まずオレンジで当たったりします。だからぶっ込まないの。ペペペって打ちなさい。ペペペって。うん、え、オレンジ、そうなんだ。そう、オレンジ揃って地毛でなんか演出、例えば7匹ガエル出ました、当たってましたみたいなのがありますよ。え、今までのニューパルだとさ、結構子役って全部一律っていうか、うん、まあ狙ったら揃うけど、うん、狙えないとこだったらベル揃いますとかあったじゃないですか。そう、それは今回も一律なんですけど、一番優先的に揃うのがこれなんですよ、うん、オレンジ。あ、オレンジがいっぱい揃ってると思いません？まだね、2回目かな。ああ、そうか、うん、それがまず第一、はい、で、チェリーは揃いますけど、大体が角で中段が減りました。前は逆だった。ああ、そうだね、うん、はいはい、で、中段がだから一番厚い役だと思ってもらっていいです。ああ、なるほど。まあ、とはいえ10パーあるかぐらいだと思うんですけど、あ、打ってると分かるんですけど、中段チェリー全然出ないです。なるほど。がまず一つで、はいはい、もう一つの大きな差は、うん、ボーナス優先ではなく子役優先になりました。はあ、だからチェリーの時にベベってやっても揃っちゃった、損したってことはないので、気にせず押していただいたら大丈夫。なるほど。で、最後にこれ一番大きいんですけど、はい、ベルが揃ったらボーナス確定です。え、ベル揃ったらボーナス確定なの？はい。じゃあベルは基本的に揃わないんだね。だから例えば、つまりはボーナス成立後ってこと？
いや成立ゲームでもベル例えば内部的にはオレンジ引いてたんだけどベルで揃ってボーナスみたいなパターンもある。あなるほどなるほど。だからあの例えばこうカエルが枠上に止まるじゃないですか、はいはい、そしたらベルかオレンジ、はいはい、あまあ大体オレンジ揃うじゃないですか、うんうんうん、で外れはないので、うん、そこでベル狙ってベル揃ったら当たりです。あなるほど、あこれこれこれここでベルを狙います、はいはいはい、でベルの方揃ったらもうそれで当たりです。あ、うん、あとはリプレイの重複も多いです。これは誰がどう見てもリーチ目じゃないの。これはリーチ目だよバーが並んでんじゃん。おじいちゃんだって気づけよ。おじいちゃんだったそうだ。これワンベッド、これ1枚掛けできんの。できるできる。あこれか、これバーなんじゃないの。バーっぽいね、うん、バーでした、ね。投資1000円33ゲーム早い。レギュラーボーナスです。やっぱ駅とは違うわまあただ化けですけどね、うん、引きが違うわ。何が命運を分けたんですかねいやこの2人の実践に。分からんね。あの宣言までは多分、ね、300までは一緒でしたよ。多分先にビッグ引いたからだ。1000で48も回った。いいね、うん、そうベルが揃ったら確定なんですね。はいはい。だからここ落としてるじゃないですか今伊藤さんの場所でもいいんだけど、うんうん、これベルまで滑ったら近くなんですよ。なるほど、うん、そういうことか。そう、あとはリプレイもまあまあ当たります。だからリプレイで演出発展するとちょっと あっとっと。あそれはリーチ目なんだ、ね、リプレイ外れ目なんでびっくりした。あそういうことか。単独で当たるとは。でこれ今単独で当たってびっくりしたんですけど、はい、子役で当たる方がやっぱ多いんですよね。なんとなく単独的なリーチ目出る方がなんか体感的には少ないですね。で、まあ、今リーチ目出たんで、はいまあ、これ揃えるんですけど、はい今回のニューパル、まあ、例えば7カエル7とかリーチ目なんですけど分かります、うん、それぐらい分かる、うんうん、カエルで、カエルど真ん中で一直線だったらリーチ目なんで7カエル7とかリーチ目なんですけど、うんなんか当たってんのに7カエル7って完全に今までだったら外れだった出目が出たりとかするのが多いんですよ。だからリーチ目を積極的に出さないことがまあまああるのと、あと前例えば7カエル7ってやめ目だったんですよ、はいはいはい、絶対に当たってないで、うん、がリーチ目になってたり。えリーチあ内部的にはもうボーナスフラグが成立してるけどその前作まででいうとこの外れ目が出ちゃうことがあるってこと。ある。外れ確定目がリーチ目に昇格してたりもします。なんでこれ7カエル7がなんでリーチ目かっていうと、もう本当端的に言えば7とカエルの一直線が全部リーチ目になったんですよ。あじゃあそうだからちょっと分かりやすくなってる、ね、まあこれは知らないと分かんないかもしれないけど、はいはいはい、7カエルの一直線は全部リーチ目になりました。あーバー絡みはダメってことね。ダメでもバーだけの一直線はリーチ目ですよ。あさっき覚えたんで大丈夫です。いやいでここでこうやってあ変えるじゃないですか。そうするとこうまあ演出で出せるじゃない。あ出せなかった。7変える7出せるかな。ほらこれリーチ目じゃないですよ。ほらね変えるこう来てね一直線とかなれば分かりやすいのにこんな外れ目が普通に出ちゃうんですよ。これはまあ分かるけどね。あリプレイはなんで優しくないの。これは二角ですけどね。狙えば出るんですけど。で伊藤さんさっき今レギュラー中やらなかったんですけど、はあ、まあいいやとりあえずボーナス入賞させるじゃないですか、はい、揃えた時にこれを押すとどこで当たったか教えてくれます。出目が成立ゲームが分かるのがあります。へ、はあ、でこれ当たった後にさらにステージ変えると各モードのボーナス確定画面が見れるっていう。へまあどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、おうおうおう、うんね、ああ覚えてますこの曲、うんうんうん、なんとなく覚えてる。でこれでお祭りモードにしてビッグ揃えるとレギュラー揃えるとあの太鼓の達人がやれるんですよ。ああなるほど、まあ、やんなくて、まあ、僕はもう前の動画でやったんで、はいはい、やんないですけど、はあ、あの伊藤さんあのぜひチャレンジしてください。難しいの。俺太鼓の達人とかすげえ下手くそなイメージなんで、ね、簡単とか難しいとかがあるんで、まあ、選べばですね、はあ、どれ選ぶかじゃないですか、はあはあ、あ僕はビッグかな。あリプレイだ。あそうか揃えられるとき光るんだ。びっくりした。やったね。で何で当たったかをここそうそうこれで。あそういうこと。これリーチ目かな。リーチ目かもしれない、うん、あリーチ目ですよこれ。リーチ目成立出目がでもその要は
リーチ目じゃない、外れでも出る出目の場合でもそうやって表示してくれる。教えてくれる。だから例えば中段チェリー出てて対角にならないより7がこうやって止まるじゃないですか、うん、中段に、うんうんうん、それでもそれで当たってますよ教えてくれる。はい、あそうなるほどね、まあ、そうじゃないと僕もそのチェリーで当たったの気づかないですよね。ああ、うん、そっかそっか。ボーナッシュは全部適当でいいんで。これマジックパルサの曲になったでしょ。マジックパルサの曲になったんでしょとか言うけどさ、そのマジパルとかそんな覚えてないっすよね。打ったでしょ。打ってない、そんなに。割り低いの打つの大好きな伊藤さんが。いや俺別に割り低いの好きじゃないよマジパル6だらけだったじゃないですか。いやでもなんかクソも出ない、クソも出ないから全然打たなかったけど。俺やっぱパルサー系はね、なんかあんまりいい思い出がなくて、うん、ニューパルも、うん、あ、まあ、最初のニューパルも、あそうそう、まあ、4号機の頃とかも、設定判別使えたからやってましたけど、うん、出ねえなーって思いながら、まあ、出ないね、うん、出ないよ、ご飯とか落ちても、そう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 、ね、しょうがない感じするんだけど、でもまあやることねえから打つんだよ、うん、まあまあ、そうね。でなぜかレギュラー全然引かなくて、ビッグ45のバケ8とかなった日だけ、はいはいはい、すげえ出るみたいなね。あそうね。でこれビッグ1回で280枚出るんで、あそれはなんか知ってる。 それがでかいよね。連チャンしたら結構すごいでかいのよ。だ あ, のあそこにあるクランキークレストと一緒で、はいはい、瞬発力が相当高いんで、そこを楽しみに打ちましょう。まあ別にやりたかったらお祭りモードとかやってもらっても全然いいっすよ、うん、とりあえずしばらくもうちょっとこれで打ってみる、うん、で今の話はもう駆け足でバーって言ったんですけど、はい、結局統括すると演出モードでやるのが一番いいんですよ。僕みたいにノーマルモードでやると子役、あこんな分かりやすいの出ちゃうこともあるけど、今これ滑ったから多分あ関係ないか、子役優先だから分かる、ある時もあるけど、うん、子役がこれ例えば中段チェリーなのにこうカエルがなるじゃないですか、うん、そしたら分かんないじゃないですか、うんはいはい、でそっからチャンス目チャンス目チャンス目リーチ目ってなった時もう3ゲーム損するんですよね、はいはいはい、ただ演出があれば勝手に発展したりとかしてくれて煽ってくれるんでいるかもってなれるんですよね、はいはいはい、うん、どっちかな。レギュラー、これはさすがにこれでしたね。成立ゲームでしたね。わさびさんって最近仕事ではやっぱノーマルタイプ打つことが多いの？ノーマルしか打たないですよ。すごいね、今のご時世でさ、うん、ノーマルだけって相当なんか苦労しないのその苦労、設置台数もそこまで昔ほど多くないじゃないですか。ないない、スマスラが増えてきてバーっと、うん、やることなくなってこないですか、ノーマル。だってその新しいノーマルがそんな出ないじゃない。うん、ない。そうだから設定を推測してるふりをする。あだって設定だってさ、扱い的に昔と比べて圧倒的に厳しいじゃない。まあわさびさん行くからまだね、うん、っていうのはあるかもしれないけど、ただまあほら僕あの花打つんで、すごい。ああはいはいはい。愛知はあのノーマルちゃんと入ってますって言って、うん。まあそうだね。花だって、まあ、ジャグラーと一緒だもんね。そう、誰もバルブレームなんか打たないですもんだ逆に。ああ。うん、みんな花花打ってるよ。なるほど。そう、そういうやっぱ地域があるよね。確かに。うん。そうですね。伊藤さんはどうなの？スマスローはまた 6.5 でももうそれこそノーマル以上にだんだん枯れていく。ジャンルじゃないそれ 6.5 号機、うん、まあでもなんだろう、まだちゃんと使ってるお店だったら、うん、そんな悪くもないけどなって俺は思っちゃうけど。あなるほど。 6.5、 まあ延々もカバネリも一応人気機種ではあったじゃない、うん、稼働貢献終わってるのかもしれないけど、うん、でも入れるところは入れるから。なるほどね。でまあカバネリに関してはスマスロまだ出てないけど、延々はスマスロも出たじゃん。出たね、うん。でまあ、そっちも動いてたりするからどっちも入るみたいな状況があったとして、うん、だったらまあスペック的にはスマスロの方がいいんだけど、うん、まだ分かってない部分もあるから俺は 6.5 の方が積もりやすいかなと。あやめ時がある程度あるから、はいはいはい、なのでまあ打ち慣れてるしね。そう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 、うん、そっち行っちゃうかな。あんなのリセット取るだけの台かと思ってた。あまあそう、あのまあでもリセットだけ取って狙いに行った時にそれで判別が終わるってことはないけどね。まあね、うん、延々の場合はカバネリだったらありえるけど、うん、これもう何のことか全然分かんない世界です、そっちいやそう、うん、もう僕はあの本当にその辺のおジャグラ打ってるおじいちゃんと一緒だもん。あ感覚は一緒。
何も知らないし何も知りたくないし、まあ知りたくないっていうのが正確なとこでしょ、うん、だって別に知ろうと思ってちょっとさ調べりゃすぐまた分かることなんだからさ、わさびさんとかだったら、まあ分かんない俺有力感とか分かんないもんいやさすがに知ってんじゃん別に有力感はだけどなんかみんながそう言うから有力感切らねえと出ねえんだよって言ってるだけだもん。ああはいはい、合わせてるだけ、まあまあ、最近のスマスロはそうっすね、有力感切るゲーみたいになってた。だからまあだからスマスロになってさ、その全てが分かってない部分もブラックボックスになってるところもあったりするから何とも言えないけど、うん、あの設定だけでもないっていう なんて言えばいいのかな、状況に応じてその日の終わりは変わってくるんじゃねえかなって俺は思っちゃ う, うあのというと、うん、まあ、よく言われることだけどスマスロって高設定でも4000枚負けるとかさ、うん、5000枚負けるとかあるじゃない、うん、まあ俺も実際そんなあったし、うん、でそれって要はな、で出た台はより出やすくなるみたいな状況もあるからさ、うんね、もちろん高設定の方がそのそこにたどり着く過程が大きいから、うん、チャンスは増えるんだけど、うん、高設定でもそうなんか要はへこみまくった不遇を食らった状態だとなかなか爆発できないっていうシステムがある以上、まあそうね、朝一のだから最初の、まあ、3時間ぐらいが大事かなって俺は思っちゃう、うん、じゃあもうそこでダメだったら設定なんかいいからやめればいいってことっていう可能性はあるんじゃないかなって思っちゃうよね。まあ可能性はあると思う俺も、うんうん、でもそうなると高設定の高設定を積まなきゃいけないじゃん。そうですね、高設定の中でも展開のいいやつっていうところまで行かなきゃいけないでしょ。そうだからまず高設定朝一で座るのが大前提で、うん、座った後今日は打ち続けられるかどうかっていう状況判断も途中で生まれてくるっていう感じかなと思うので、う、ね、うん、だからスマスロはあんまり触りたくないプライベートではと俺思っちゃう。なるほどね、うん、非常に分かりやすい、うん、偉そうなこと言ってねえで当てろよいや口だけ達者で生きてるけどここまで生き残ってきてんだから。あ、なるほど、ね、あそうそうそう、あ今ブルったよ。お出るそれ。いやこれダメそう。それダメなんだ。寒いね。でもチャンス目ばっかしか出ないから当たってるかもしれないわけですよ。はいはいはい、なるほどね。おちょっとチャンスあるよ。えそこにバーが止まればリーチ目だよ。ダメだってガセったよ。俺今日カスタム設定してないのに。あ、カスタム設定っていうのもあるんだ。これでこうするとこのバウンドスタートの確率上げたりできるのよ。あ、それやりたい。そうしよう。3ベット状態で3つ押し。3ベット状態で3つ押し。あ、これね。BB の時は16分の1、うん、でレギュラーの時は32分の1、まあ、そんな感じかな。まあほぼ見ることないだろうねそれでも。であとバウンドスタートの方が問題なんだよね。ああなるほど。えこれでもう設定したらこれで打ち始めちゃっていい。あ大丈夫です、ね、はいはい。カスタム中とか出てるでしょどっかに。あ出てる、うん、はい。俺も飲まれちゃう。だからなんか共演者の人とかがいてさ、うん、あのお昼ご飯でも車の時でもいいんだけどさ、なんかそういう台の話とかしてるじゃないですか。あーはいはい、スマスロー系。 そう、うんうんうん、それにうなずいてる時間が一番辛いですふーんへーそうなんだ。あーなるほどね、うん、あーはいはい、なんか他の話してくんねえかなって思う俺もノーマルの話なんか言わないからさあ、まあまあわかりますわ、うん、はいはい、すごい興味ないと思って聞いてる当たったか。これリーチ目だ。レギュラーが多いリーチ目ですね。まあ見た目通り。でもこの前のゲーム子役だったから子役で当たったかもしれないから、まあ僕はこれで気づきましたよってことだね。はいはい。おビッグだったよ。やったよ。あ子役だった。ざけんなよあ、リプレイだよ。そっか、子役優先だからなかなか。あーバーでした。ポン。ほら子役揃いね。あまだ分かんないね、はいはい、しかもでもだいぶ前だ。あそっか、でも今1枚焼けも入ってるんだあれ。あなるほど、うん、
そうだからこれデメのね番組なんだけど、この、うんま、大根の突進はあんまりデメ向きのノーマルでもないんだよね。子役ぞろいがやっぱ多いので。そういうことか、うん、やっぱさわさびさんみたいにそのデメが好きっていうことでいいのかな。デメが好きな人からしたら、うん、リーチ目は豊富な方がいいんですか。豊富な方がいいや。あ、うん、いろんなパターンがあり得るっていうのがいいんだ、うん、そうですね。あと滑りも関係する方が好きかな。あ、例えば花火で言えばさ、うん、まあ、花火では例えにならないんだけど、うん、まあ、のれんで右上段に氷がすごい滑ってきてるから氷弱になるよとか、そういうのがあったとしたら、デメ的にはダメだとしても、はい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 、そういうの好き、ね、クラッキーが一番そういうタイプなんで。へ、このデメは外れても全然、外れでも出るけど、でも右が3個目以上滑ってたら絶対外れたら当たってるとか、あ、そういうのが好きっすね。それってさ、つまりはそのじゃあ左にその出目が出て、でも毎回出る出目だったりするわけじゃん、さっきの例だという。当たる時もそうだね。そう、じゃあその時点でも右レール押した時に何コマ滑ったかを常に意識しながら見てるってこと。そんなに肩ひじ張らなくても分かる。ぼーっと見てるだけでもなんとなく分かるでしょ、伊藤さんも。いやいや、うんって言いたいとこだけど、そう、いや、そんな、あ、今3コマ滑ったねとか思わないかな。まあでも3コマだったらなんとなく結構滑ったなって思うでしょ、思うかな、うん、うん、あ、僕はじゃ あの伊藤さんと目押し力は変わんなくても、うん、その打ち慣れてるから2コマぐらいでもちょっと敏感になってるだけじゃないかな。あ、うん、そうですね。まあ、でもパチスロってそういう楽しみ方もあるんだよっていうのを教えてくれる存在としてやっぱ貴重だよね、わさびさんみたいなの。まあね、ただ問題なのは、うん、教える存在の俺がパチスロが楽しくないところなんだよね。ああ、いや別にでも楽しい、そうそう、楽しい必要はないからね。そうそうそう、だってただの教えてる人だから。そう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 、数学の先生だからって数学好きじゃなくてもいいんだから、うん、うん、そうなんだよ。これは今のなんかスポットライトみたいな演出だったんだよ。ああ、見てなかった。で、それでこれが出たの。うん、でもスポットライト消えちゃったの。消えちゃった。じゃあダメなんじゃない。あ、そうな、まあ、デメはちなみにダメでした。あ、デメはダメ。あ、ダメ。何やってんの、早く当てないと4万負けるよ。そんなに負けねえだろ。負けたんだよ、今年2回目の仕事だったやつは。あ、英気ね、うん、え、僕、あの今日、うん、ここだけの話ですよ、うん、あの今年入って2回目の仕事っす、うん、やばどういうことなそれ。えいきとか元気にしてんの。うん、ヘラヘラしてた。あ、まあ、じゃあよかった。うん、ちょっとかっこいいこと言ってたけど。あれ、どんなこと。え、私今日2回目の仕事だけど、うん、逆に言えばあの今日が今年2回目の休みですって言ってた。おお、かっこいいね、なんか、うん、もはや仕事が休みみたいな。そうそう、で休みの日に4万も負けちゃって。そう、4万も負けまあ、まあいいんじゃない、レジャーじゃない。ああ、なるほどね、うん、風俗行ったと思えばいいんじゃないのじゃない。うん、俺も今年はすげえ負けてんな。ああ、そうなんだ。うん、一月しか買ってないな。あ、ブルッと 81% っすよ、僕バーバケじゃね。あ、分かんない、今適当に見ないでほしい。あ、そうだ、ね、え、伊藤の目には滑りコマ数が見えてましたか。あ、当たった。それでもう2画なの。これオレンジ外れじゃない。あー、ピッ、ほんとだ。成立ゲームでしか、まあブルブルしないから。え、ビタ止まってた左。うん、ビタ止まりには見えなかったよ、うん、なんか滑ったようには見えたけど。何やってんの。何を。あ、俺本当だね、まあまあ余ってるね。本当だよ、バケ一発引いただけで。伊藤さん普段打ってんの。普段うちに行ってるかな。まあ暇が多くなったんでね、うち、ん、に行ったりはしても、ただここ1
1ヶ月半ぐらいはちょっと頻度は減ったかな、うん、2枚目いきます。はい、あのずっと行ってたお店が状況がすごく悪くなったので。ああ、なるほど、うん、お店探したりしてる感じかな。ああ、スポーツ賭博とかやんないんですか。なんでだよ。あとさ、うんうん、仮にやってたとしても言わねえよここで。今いい賭博あんだよって言うわけないでしょ。そうか、うん、あれこれはこれダメか。全然ダメだね。あ、むしろ中が1個下上だったら両方 OK。 あ、そういうパターンか、うん、バーが絡んでるときはとにかく一直線が弱くなるね。あー、なるほど。 L 字とかそういう、うん、なんかちょっと変則なやつの方が逆にチャンス。中リールにバーがいっぱいあるからね。うんうんうん。で、7ワットカエルは一直線でいいとなると、バーは一直線、バーも一直線でいいよってなっちゃうと、うん、もうあの、なんだろう、絵柄の居場所がなくなっちゃうじゃん。あー、そういうことか。なるほど、なんかそういうに感覚。はいはいはい。なんかすげーいっぱい出てきたぞ。すげーぞ。熱い熱い。これは入ったんじゃないの。戻ったから入ったね。やった、1万1000円です。あ、そのバーだけを先に狙ってくださいよ。ビッグは揃えないで。バーだった、バーなんじゃね。バーは揃えちゃってもいいの。いいっす。なんだよ。いや、太鼓の達人やってみてよってよ、ああなるほどね、うん、これ、ああ、うん、わかんないですね、はい、うん、太鼓の達人。いや、もうやれないですよ。揃える前にセットしておかないといけなくて。あ、揃える前にセットなんだ。レギュラーでもできるけど、レギュラーはあんまなんかしょぼい太鼓の達人しかできないから。あ、そうなんだ。じゃあ次にビッグの時にやりましょう。そうですね。なんか話してたっけ。忘れるね、最近すぐ忘れる。あの、もっとひどくなると忘れるってことさえも忘れるから、うん、あれなん、もう一回同じ話してるってことね。そうそうそう、うん、あれなんか言おうとしたんだけどなってことさえ忘れちゃうから、うんうん、あ、それはあるよ。ただずっと黙ってる人になっちゃう。そうなると。いや、トークだけでやってきたって言ってたじゃないですか。いや、それももう口から出まかせて言ってるだけだからさ、うん。チャンス。いや、カドチェリーはね、当たんないんですよ、ほぼほぼ、うん、その代わりベルを引いた時に、内部的に、うんうんうん、当たり確定のベルを引いた時は押し場所によってカドチェリーになることが多いらしい。へえ。だからカドチェリーはそういう意味ではチャンス。なるほど、うん、主にオレンジドロイなり中段チェリーで当たりますね。ああ、当たんねえからマジックパルサーでやってみたら。マジパルってさ、俺本当に、あ、マジパルの方が素直に子役だとか、あの、なんだって言ってくれる感じなんで。あ、そうなんだ、うん、これか、3つモード。そうそう。何これ、チャンス。あ、な、全然違うね。そう、もう停止音も変わっちゃうんで、ボヨンボヨン言って。本当だ、ふざけた音だよ。あ、こんな台だったっけマジパルって。うん、まあ僕もあんまり打ってないね。担当だったけどあんま打たなかった。あ、うん、伊藤さん当ててください。分かってます。いや、まあ俺も追加してない。別に当てないようにしてるわけじゃないのよ、うんうん、伊藤さんがビッグ1回引いたらもう番組終わりなの。マジで。いや、わかんない。またそんな感じかと思って。この間も、ああ、うん、それ1回すら引けないから、もう1回引かないと終われない、1回引いたら終わりでいいんじゃないかみたいな。ああ、なるほどね。そういう感じ、うん。ああ、え、あ、言ってたらベル揃った、確定です。頼むよ。追加2000円。何を。本日2回目のビッグ。おめえがやれよ。いや、そっちもだって化けまみれだからね。 言っとくけど、おめえがやってくれ。太鼓の達人俺がやるのか。
ほらわーってポットレギュラーじゃねえかよ。え、またレギュラーだった。ほらこれ一応できんだけどね。はいはいはい、難しい。え、難しいの行くんだ。うん、難しいしかやったことない。うめえな。いやいや、で難しい。これしかやったことないから俺も。他の曲もやったことないし。でもね、上手くならないのよ。たまにしか当たらないから。あ、そういえば当たったゲーム見るの忘れた。見れない。あ、こんなのあるんだ。でもさ、あれで考えるとあのベルの時に、まあ要は子役で当たったんじゃないの？いや、でも成立後もベルで揃ったりするんで。ああ、そうか。わかんないんですよ。あとはいつも揃わないところでリプレイ揃ったりとかね。そういうのもある。当たんないっすね。もう太鼓の達人モードでやったらいいんじゃないですか。どうせ当たんねえから。うん。まあそうしようかな。もうそしたら出目は一切ないっす、ね。え？太鼓の達人モードは出目は一切ないの？もうあのなんかわーってレバーオンでわーって言わないと当たんないの。逆にレバーオンでわーって言ったらチャンスなの？ちょっとだけチャンスです、まあ、とりあえずどんな感じになるのかだけ確認しましょう、うん、なんでまたニューパルが太鼓の達人とコラボしたの？あのこのなんかコラボシリーズみたいなの今までありましたっけ？ウィンちゃんの祭りの達人っていうのがあったでしょ。ああ、そこから来てるのか、うん、なるほど。あ、6でも全く出ないやつ。そうなんだ、うん、結構好きだったけど6でも全く出ない。だってわーって言ったよ。わーって言ったらなんかあります。で、子役揃って、うん、そこで終わることも多いんですけど、はい、ここまで行ったら熱いです。で、レバーでほぼ決まります。おっとっとこれだけで。あ、これでたまに第3でこういう時もある。あ、太鼓の達人に変えた途端に当たりましたね。伊藤はこれでも食ってろみたいな感じやね。とりあえずあ、ビッグだ。これでビッグ。あ、カエルテンパったらビッグです。イエーイ。じゃあカエルで揃えようかな。あ、なんだっけ。あ、太鼓の達人でやればいいのか。やってるから大丈夫です。追加が2000円です。総投資13000円、うん、230ゲームでビッグ。さあ楽しいお時間が。揃えちゃったからダメなの。あ、大丈夫で、これで、え、もう始めてんじゃん。あ、始まってんの。どこ押せばいいのこれで。ドンカです。あ、ドンカ、うん、え、ドンカ、ドン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 カカカカドン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 。え、これとここなの。いや、まあボタンでもいいですけど、それ消化しながらはできないですよ、難しくて。カカカ、もうオートプレイになってる。あ、そういうこと、うん、あ、ほんとだ、これもともとオートだったんじゃない。あ、もともとオートなんだ。うん、いや、オート選んじゃってたんじゃないの。ああ、そうだ、押した時オートってなってた、うん、そういえば。せっかくのビッグも台無しじゃないですか。いや、でも初ビッグですから。おめでとうございます。ありがとうございます。終了が近い。とりあえず A 期にはならずに済んだ。うん、もうそのままそのモードで続行する。ドン、いや、しばらくね。なんかだってまたすぐ当たりそうじゃん。年取ってきたね。うん、当たりそうじゃん。ああ、やめた、うん、何も起きなすぎてつまんなくない。つまんない、うん、だって本当にわーって言うだけなんだよ、うん、そう、本当にわーって言うだけです。たまたま一発目で盛り上げてくれただけです。そう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 。さあ、そろそろ飽きてきたと思うんですけど。はいはい。
いやもう翌年俺一回ビッグ引いたしってちょっと思ってる節はありますよ、うんうんうんはい、まあそうかもしれません、はい、あてか今2小灯で子役揃ってなかったじゃん。2小灯はリップレイか子役です。あーそうなんだ、うん、ええうわうわまあ当たってない俺が言うのも。あーこれ3ゲーム前あリプレイで当たったんですよ。だからああ、うん、そういうことか。なるほど、なんかの演出があったのかなこのリプレイ。さあそろそろ飽きてきたと思うんですけど、はいはいなんかそんな強いのなかった気がする。じゃあ演出のシリプレイで当たったのかもしれないし覚えてないです僕も。ただもうリプレイ揃った時に何かあの普段揃わないのが矛盾してたのかもしれない。あ一ショットでリプレイ揃ったとか。あそれはあったかもしれない、うん、あったかもしれないよね。85ゲームですレギュラー。それで当たったのかもね。2人ともレギュラーだけはよく当たってますね。そうなんすよ。でも逆に言うと、うん、えだって今で俺まだ1万3000しか使ってないわけでしょ。こんなに当たってないのに1万3000しか使ってないってえなんかめっちゃ甘いなとか思っちゃう。あそうか最近の台俺も1万円超えたらその日の仕事消化試合って思っちゃう。ああなるほどね、うん、もうそこからすごいやる気なくなるもう2人でクランキーでもいいよ。もう2機種打てるじゃんね、うん、クランキー今空いてるよ、うん、見どころが満載になるよ。移動したい？どっちでもいい任せる。どっちでもいいな、うん、どっちでもいいよ。でも跳ね返り狙いだもんね。ストック出さないといけないでしょ。当たったおって言ってると当たったよね。398投資12000。これもビッグじゃなきゃ殺す。次カエルで揃える番だよ。何これ、なんなのこのくっちゃくちゃのデメ、なんでこんなの出んのおかしいでしょこれ全部もう、うん、切れてるよ、ね、すごいよね。いい台だな。あそう喜ぶんだそこでよくわかんねえよリプレイで当たったらしいわ。あ、うん、あんなの出されて当たってますって言われてもどうにもならないよね。まあでも俺からしたらまあどれも一緒だからねゲチェナとかじゃない限り、うん、ゲチェナ分かるんだね。ゲチェナ分かりますよさすがに。リーチ目のある台で一番好きだったのは何なの。えコンドル。コンドルか青天。青天ね、うんうん、じゃああっちのコンドル打っても青天ずっと狙ってんのかな。いやまあ、コンテストで挟んでどうこうもぐらいも分かるもんね。ああそうだね、うんうん、だからとにかくさ俺はそのリーチ目に対してのなんだろう欲はないので、うん、ボーナスフラグに対しての欲しかないから、もう分かりやすく、だからもう告知してくれたらいいのにって思った。あやっぱジャグラー的な方がいいってこと。あそう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 、だから昔そのそれこそコンドルとかの時に毎日うち行ってて仲間とかと行ってる時に仲間にはなんかすごいあの出目がこうでこうでとかってすごい喋ってたわけ仲間として楽しげに。でさっきのわさびさんのそのスマスロの話してるじゃないけど早く終わってくんねえかなこの話って思いながら俺聞いてたもん。なるほどね。それよりはどこに設定が入りそうだとかそっちの方が大事じゃねって俺ずっと思ってた。でもその話は、うん、あれじゃん自分の中だけの話だからあんましなくない。ああそうね、うん、まあどんぐらいの仲間の密とかにもよるんだけどさ。まあずっと仲良かった人ですよ。ああそれならまあ話すわな、うん、でもやっぱり稼働はしてるよなんだかんだそのノーマル系って、うん、好きだからねみんな、うん、あと甘いしねやっぱり甘いは甘いんで、まあまあ、そう遊べる。あれ伊藤さんリーチ目出てたんじゃない今。えマジ、うん、いやそんな気がする。ちょっとあ止めちゃったか。ちょっと待ってそのまま回しててあ出てた出てた。あその並びで分かる、うん、なるほどね。あそうですか。
じゃあまたこれが出てたと思うよ。7カエル、うん、バーってなってたと思う。多分それリーチ目なんだ。リーチ目でよ。あ、リプレイか、うん、で2ショートでリプレイだから矛盾もしてないな。で右下段バー、ほらこれリーチ目。リーチ目、あ今なんか光ったね。光ったうわなんかすげえ熱そうな演出が出てる。もうええって。そうでしょ。バカのバー。あーこれ、あじゃあやっぱわさびさんが気づいてくれた時に入ったんだ。あー、そうですね。あー、188ゲームレギュラー、レギュラーしか引かないんですけど。本当よね。怪しいとすら思わなかったリトさん、うん、全然思わなかった、うん。わさびさんと並んだボーナス回数。あ違う、わさびさんビッグ引いてんのか。 2の4から。そうか、俺1の4、うん、なんとかでも一応持ちコインでした、1万3000円のまま。あー当たりませんね、うん、全然盛り上がんないよね。あーノーマルはもうほんと話できる人じゃないと映像になんないよねえ逆にさ話できない人ってどういう人、うん、今いるの？そのだ別に会話はできるわけじゃん、一緒に打ってるわけだからさ、うん、なんかいや分かんない、例えば一人で打ってるとして、あ一人はきついな、うん、あ当たった。あこれ前のゲームがチェリーだったんだけど、うん、あのリーチ目ならないチェリーだったのね、はいはい、多分それで当たってるから見ててよ、うん。次は7の番、バーの番じゃねえよめっちゃ切れるじゃん、ほら。あーチェリー、なるほどね、はい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 。いやいいんですよそんなリーチ目とかじゃなくてビッグを引いてもらいたい引いてから言えよそうっすね。あ俺に言ったんじゃなくてね、自分の、ね、まあまあ自分も含めてですよ、うんうん。なんか、当たった。おいいじゃん。19ゲーム順押し限定で当たる出目でございます。へえ。いや今回こそじゃない、だってまあ2の6にはなかなかならないんで。もう 7を狙う。え、そうここだよこれもうその連チャン、まあまあしないよりはした方がな、いいけど、うん、なんで。おかしいよ。全然中段チェリーで当たんないな。まあ当たりそんなに確率高いわけじゃないんですけど。ああそうなのね。追加投資。多分1回当たりの期待度は中段チェリーが一番高くて。はいはいはい、なるほど。トータルでオレンジが一番当たるんじゃないですかって感じじゃない。ああそういうことね。何の示唆も出ねえしな。マジで2すらないよきっと。まだ分かんないんじゃない。ほんとレギュラー引いてるしね。そうなんでこんな大人になっちまったんだろうな。そんな若い頃こんな大人になる予定じゃなかったの？若い頃からもうこんな道まっしぐらでしょ。だってまっしぐらだね、わさびさんの場合まっしぐらだけどさ、でもちっちゃい頃思ってなかったよこんな7揃えるの一生懸命になってそりゃそうだよね、うん、俺だって思っちゃいないよ、うん、俺小学校の時の卒業文集の来たよ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 、俺が今外交官目指してたって話をするとこだったのに。外交官目指してたの？目指してたっていうか将来なりたい目標はみたいなので、うん、外交官って書いてたよ。外交官、俺宇宙飛行士って書いてたわ、うん、あそうなんだ、うん。でも式もだから できませんってなって、ああそうかそうか、そうじゃあパイロットになりたいですって言ったらパイロットもダメ、式もだからできませんって言われて。なるほどね。子供の夢をね次々と潰されてで流れ着いてこれ、そうそしたらもうあの
青オーラとあじゃあ黄色オーラと緑オーラが分かんないの結局これもダメかと。来た来た、レンちゃん来たよ。いいね、よかったよかった。よかったじゃないよ。いやいや、しょうがないじゃん。いや俺だってもうすぐレンちゃんしますから。急に来るの、急に。ストッキーだから。まあでもそんなイメージはある。本当にストッキーだったらいいのに ね本当にだよ、うん、熱い演出自体はそんな出してないからさ、何が熱いかも分かんないんだよ、うん。当たったって気づいた後さ、出たじゃん、こういうなんかでけえ隕石みたいな、ああいうのよ。あん時しか 出てないもんな。あれなら 2,3 割ぐらい当たるよ。なんか演出の期待度とかも書いてあった気がするんだよな、忘れしたけど。外交官になりたかったんだ。いや別にね、本気でそう思ってたわけじゃなくて、お袋が外交官になりなさいみたいなことを言ってて、うんうん、ああなるほど、なんか書いたんだと思う、確か。ああ、うん、そういうのあるね。私は検事になりなさいって。ああ検事とか今アンチヒーロー見てる？見てるよ。あ、野村萬斎悪いやつだね。うん、いつも同じ顔してるけどな、ね。っていう。やっぱさ、あの枠でドラマやる人の悪役みたいな人は、うん、ああいう顔芸みたいな、そうね、なんていうの、ああいうのやんだろうね、ね、やらん、なんかそういう流れになってるよね。そうだよね、顔芸枠だね。そうそう、香川照之さんとかさ、うん、香川からのだよね、うん。ずっと歌舞伎じゃん。あ、まあ、そういえば、まあ、歌舞伎だったり、あれはなんだ、狂言になるのか。狂言か、うん、もう英気も伊藤さんもノーマル打つの下手だな。やっぱ その意識はある、苦手意識は。ノーマルで当てるのが下手、うんうん。ディスカップとかいつも平気で3万ぐらい負けるもん。まあね、そうだよね、それはでも分かる、うん。でもなんかさっき言ったジャバミが好きなの。ジャバミ好き、うん。1、2回打ったことあるけど、うん、なんかスナイパーより遊びやすいのかなと思ったけど、そんなことないの。遊びやすくはないかな。あ、そうなんだ。たまたまそうだっただけ。そうそうそう、うん、むしろスナイパーより激しいかもしれないね。あ、そう、うん、スナイパーよりこうちょっと運の要素が強くなったかもしれない。まあビタ押しのなんだろう、頻度も同じぐらいあるけど、うん、そうね、そうね、同じぐらいあるね。そう、あの結局2択当てるのが大事な台なんで、うん、あ確かに、そう、そこがなんか面白みがある。でももう古いよな、ジャバミも。ジャバミも古いね、うんうん。ジャバミはね、結構早めに消えちゃったな。そうね、多分甘かったからだと思うんだ、そのお店に関しては。あ、多分、うん、高設定とかも入れたりしてたけど、うん。当たった、76ゲーム。どこだろう、この前のゲームはリーチ目ではなかったです。ポンポン、頼むよ。何を頼んだの。あ、間違えた。え、ビッグで会ってくれ、俺のビッグって思いながら今ずっと見てたから。俺のビッグ。ムカつくわ。俺のビッグも引いてくれよ。そうなんだよね、ほんと。そうね、当選確率223分の1だよ。ダメでしょ、それが急に来るんですよ。 しかも化け先行で、うん。まあ、僕も化け先行とはいえ130分の1にはなったよ。あ、そして出玉的にもチャラになったよ。ビッグ3回でチャラですよ。そうなんだよね、優秀だよ。そうだよね、だからそう考えるとレギュラーも大事だったって話になってくるから。そうそう、まあ確かに。だから今からビッグ引けばいいんですよ。そうね、引けばね、うん。いや、終わんないでほしい、そのレンちゃん。ほんとほんと、頼みよバルちゃん。パルシステム発動中だから。なんだっけそれ、宅配。そうっすね、ご飯の宅配。僕に届けてくれてんすよ、渡りを。
3枚目だもん。やばいね、これはやばい。やべ、駅と同じ道を歩んでる。あ、じゃあ3枚目です。ここでクランキー行くか。あー、いいよ、どっちでも、ね、うん。前に告白してもいいですか、うん、これも初打ちです。マジ言ってんの？マジ、すげえ、すげえな、うん、英気レベルじゃん。まあなんか打つ機会ないことはないんだけどさ、うん、なんかあの狙いに行って外して、あ、まあクランキーでも打ってちょっともうちょっと店の状況見よっかって思っててもいいんだけど、うん、なんとなく別にクランキーだったら打たなくてもいいべ、わかるっしょみたいな感じで、うん、勉強のつもりで打つ人もねえかと思って、うん、結局打たずに今まで来てる。へえ、すごいね。いろいろあるんだけどこの台も。あ、そうなの。もう今さらそんなの説明するのめんどくせえんだけど。まさかの初打ちか、びっくりだな。僕は351で0の2129ゲーム483から、僕は2万円使い切っちゃったので3枚目を入れました。はい、もう1万使って当たんなかったらギブでいいよ。え、そうなの？いや、わかんないけど A 期になるよ。これ子役カウントした方がいいの？いや、ユニメモが全部も見てくれます。ああ、これがあるんだよね。そうそう。で、あの上が回った時しか、うん、狙わなくていいスイカの停止系とかも一応あるけど、あ、基本スイカエンスなしで出るんで。あ、じゃあ一応ちゃんと狙った方がいい。はいはい、はい、挟んでテンパイしたら狙いましょう。ボーナスのみ。うん、ボーナスのみ。はいはい。でニューパルと同じくたくさん取れます。はいはい、うん、で演出ついてるけど半分は演出なしで当たりますね。ほう、まあじゃあ、うん、出目で気づくのが基本。そうですね。まあ、あの鳥で挟むか青ならで挟んでるのが、青ならで挟むのが一番楽ですかね。ほう、ただ、あの、うん、クランキーコレクションってことあるでしょ。うん、あれでレッツゴークランキーチャレンジってあったじゃないですか。はいはいはい。青7で打ってるとそれが出ないんで。なるほど、うん、あれ中段チリ出てなんか羽揃えてやってたでしょ前も、うんうんうん、今回もそうなんですけど、うん、青7でやってる時はあの中段チリ役がベルで揃うんで、うん、気づけないんですよ。なるほど。まあでも気づく方法はあるんですけど。あ、これは入ったんじゃねえの？入ってないよ。違うんだ、これダメなんだ、うん。コンテストとかもね、あの右上段がチェリーだったらダメとかあったじゃん。あ、うん、あ、スイカ8枚なんだ。でこれ今演出があってベルが揃ったんですよ、うん、その時にこれをしてここがつくとあのクランキーチャレンジの役でしたよってことになる。あ、うん、青ならの時はね、青ならとか、まあ、他のとこだった場合は、はいはい、中段チェリーを引き込めないとこだった場合は。もう伊藤さんこの出目で、はい、なんで入ってねえのよって言わない時点でコンテストも大して打ってなかったもんね。コンテストだってさ、右中段スイカ止まったらさ、うん、入ってっぱんって思わない。まあズレ目ってこと？うん、コンテスト系コンドル系ってさ、うん、鳥でさ、ここにスイカ止まったら全部当たりだったじゃないですか。ああ、そうだね、うん、それがあの鳥の上のだけダメなんですよこれ。あー、そういうこと。そうそう、それに疑問を感じない時点でもう何も覚えてないんだな。まあ覚えてない、覚えてない。だからつまりこの台は前までその OK だったものが OK じゃない箇所がちょこちょこあるってことなのね、うん、あるある。あ、うん、だってこれもなんか本来は揃いそうな気がするけど、これは左が一コマ滑ってれば当たりでした、うん、ああそういうこと。でこれ、うん、今ここを押してみてください。何これ？1コマ左1コマ滑りだったって分かるんです。へえ。いや第1しか教えてくれない。あ、そういうこと、うん、だからこれも中押したんですけど、これは多分3コマだと思うんですけど3と押してる。へえ、
これですね、これ変速したたまたましたんだけど、うん、まあ、これが演出ありで、まあ、揃ったベルだとして、ああこの時にここを押すとここつくんで見ててください。ほら、これは中押してこの形で揃ったらつくっていうのは、まあ、まあちょっと難しい話なんですけど、はあはあはあ、これは要はレッツゴークランキーチャレンジってなったやつです、はいはいはい、うん、だから地芸でひょっとしたら当たってるかもよっていう、当たってないけど、なるほど、っていう。僕はこの台が現行機種で一番好きですね。あ、そうなんだ、うん、で僕この台打ってる時だけはなんか全然当たんなくてもすげー楽しい。へえ、うん、唯一です。それは常に出目がなんか期待が持てるからってこと？そうね、マイゲーム当たるかもって思って打ってるうちに気づいたら600ハマってるみたいな。なるほど、当たんないね。しかし我々何なのこれ。原因はわさびくんにあるんじゃないかな。どうして？だって前回のってこれ同じやつじゃないかもしれないけど、ミックが来た時も全然2人とも当たらなかったでしょ。まあ俺は最終的にはすごい当たりました。ああそうか、うん、まああれじゃない、タイトルゲスト殺しって書いた方がいいんじゃない。いいね、ゲストは出ませんみたいな。ゲストの金で売っとこれから。あ、これじゃん、出た。これは気づけます、かっこいい。しかもど真ん中リプレイだし、これは別に出目的にはどっちかは全く分からないですか。分かんないですね。ボーナスフラグ察知はどういう打ち方をしたらいいんでしょう。一枚開けで回して、うん、右にバー狙って中段ぐらいに止まったらバー狙って、揃わなかったら赤ビッグ。そうでしょ、揃わないで。なんで化けしか引けないの。731ゲームレギュラーボーナス、なんか打ち方あるんでしょうか。あります、順押しでコンドル77を狙え。ビタ押しするといいことがあるの。うん、特にないんで、いらないです。中は2個までいいです。青7で、青7狙ったらいい、はい、左横コになったら左取り狙って、アバウトで、うん、で中リールが2コマです。んで右に7狙う、どっちでもいいです。てかこのままだとやばくね。まあまあ負けそうだね。負けるよ、弾残んないもんね。だって、うん、俺ももうちょい飲まれるよ。450枚ぐらいあったのに何も当たんなかったよ。でえな、こんな引かないっすか。まあ僕この台に関してはそういう感じで見てるかな。あ、うん、ただ当たるときすげえんだよなって思ってるだけ。ニューカレと一緒だから別にビッグ3連しただけでそこそこ出玉もらえるわけでしょ。そうだよ、ビッグ引いてないけどねまだ、うん、そうね、3連。俺今日こんだけ打ってまだ1回しかビッグ、あれニューカレビッグ2回引いたっけ。1回かもね、1回かもね、あれかあれ、やばいって。もう次回からゲストはいりませんっていう。どいつもこいつも。いやまあそうかもね、うん、う、あそれか、俺リモートで参加するよ。リモートね、うわっつマジかよ、激アツじゃねえかよ。激アツなの。ピューンって言ったら大体スイカなんですよ、うん、ここ止まって、うん、でたまにこういうとこ止まるんですけど、うん、当たんないこともあるんですよ、うん、で今ここまで滑ったんで4コマ、うん、よく当たる出目なんですね、はい、でここから揃うベル4コマで滑るで揃うベルはベル B しかないんですよ、うん、だから頼むってなる。やった、当たった、やった、当たりましたよ。ヒーバカじゃないのこれ。おーすげえな、3枚、うわ、4枚目だよ、やばくね。やばい、え、エイクが出た時は結局ビッグ1回だけ2回だったかな。そう、エイキ以下じゃん俺。うん、エイキ以下です。やばいよ、
やべえな。お、当たった。よかった。これピューンの時点で、うん、あのもう子役テンパってないんで当たりですよ。そうか。ピューンは子役以上です。なるほどなるほど。でもレギュラーくせえな。マジ？右何コマぐらい滑ったの？だって取り来てないんだよ。あー、そっか、なるほどな、うん、だからこれはもう左右押してアモネラ滑ってこなかったらほぼ観念。やべえ、マジでやってんな。331ゲーム、レギュラーボーナス2回目、総投資が3万2000円です。丁寧に言ってるけど、その前に軽くやってんなっつってビッグビッグ1の化けが6。大丈夫、英気そんな化け引いてなかったんで。ああ、英気声です。多分ね、覚えてないけど引いてた昨日の気持ちするよ。争ってるのが英気っていう時点でもうやべえよ俺。でも彼は髪ふさふさですよ。いや別にそこでは戦ってないのよ俺いつ髪の毛の量でミックと争ってるっつった。これはダメだよね、さすがに。うん、ダメです。終了。はい、77ゲームしか回せませんでした7テンパっただけだね。ああ、うん、負けたな。いや負けたよ。させ実践終了。あ、そうだ、忘れた。やべえ。何を？ユニメも取るの忘れた。いらないよいらないでしょ。いや登録したの。何が欲しいのあれ。僕3万2000円使って、うん、回収ゼロ。僕は2万円使って回収ゼロ。はい、なんすかねこれ。俺は印象に残ってるのは、うん、一発目のバー下段揃い。これは誰がどう見てもリーチ目。リーチ目じゃないのこれは。リーチ目だよバーが並んでんじゃん。おじいちゃんだって気づけ。おじいちゃんだった。そうだよ。これワンベッド。これ1枚掛けできんの？できるできる。うん。じゃあそれでいいんじゃないですか。うん。うん、僕はなんすかね。ピューンって言ってベル止まって、ベル B 終わってなった時、右のベルがずれてたことが今日は一番気持ちよかったかなと思っております。はい、あ、それか。俺リモートで参加するよ。リモートね。うわっつ。しかよ、激アツじゃねえかよ。激アツなの。ピューンって言ったら大体スイカなんですよ、うん、ここ止まって、うん、で、たまにこういうとこ止まるんですけど、うん、当たんねえこともあるんですよ、うん、で、今ここまで滑ったんで4コマ、うん、よく当たる出目なんですね、はい、で、こっから揃うベル、4コマで滑るで揃うベルはベル B しかないんですよ、うん、だから頼むってなる。やった、だったやった、当たりましたよ。とりあえず今日をもちまして、ちょっとしばらくね、うん、この出目の企画もう、あ、打つ台ないんすよ。あー、そこそこそこ。今新しい台そんなないもんね。そう、なんかまたちょこっと出てきたら、うん、あのまたやりたいなと思ってますけど、はいはいはい、と思ってますんで、最後のゲストがとんでもない負けであそっか、一旦ここで仕切るってことだから。いや、まあ、これどうかなと僕は思って。あー、なるほど、うん、なるほど。ちょっとあのネタに困ってるんで。なるほど、うん、じゃあまたなんかいいノーマル台が出たらね、はい、そうですね、またきっと復活するんでしょうから。多分ね、その時は呼んでくださいよ、ちゃんと。呼びませんよ、もう。なんでだよ、呼べよ。当てもしない、出目もわかんない何しに来たんだよ。喋りに来たんだよ。あ、そっか、喋、まあ、りの楽しかったんで、まあよかったかなと思ってます。また伊藤さんにも来ていただきたいと思います、はい、多分ね、2ヶ月後ぐらいかなになんかね、うん、出るっぽい気がするんですよね。ノーマル系が、多分ノーマル系の大きめのやつが、はいはいはい、出るっぽい気がするんで、はい、それで楽しみしてたいなと思っております、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、もう最後モザイク最後消してください、もうバンって。なんでだよまあ俺も消えるべきだわな、はい、お互い大敗でしたけれども、はい、また次回がありましたら頑張りたいと思いますので、ご覧いただければと思います、はい、それではまた、さよなら、さよなら。